水墨画。水墨画とは、東大に成立したとされる墨で表現される、墨絵の一様式。墨線だけでなく、墨を面的に使用し、ぼかしで、濃淡、明暗を表す絵画である。中国大陸では、陰の時代には、墨が使用され、墨を用いた絵画も、漢の時代には存在した。漢内の壁画などには墨による線と顔料による。 着色によって描かれたものが現存している。当代には、墨の濃淡で表現する会話が作られるようになった。水墨画は、当代後半に、山水画の技法として成立した。旧世紀、長飛古園は墨色には、万物の色彩が含まれているとし、墨色に、五彩ありとが論述べている。水墨画は、西洋画の油絵とは異なり、 筆木が神に浸潤するような画が特徴である。また、水木画では、画家が物体の本質を、視覚的、主観的に捉えたもののみが描かれ、自然再現描写を重視する、西洋画のように光源を固定した、背景、背景上の明暗や陰影を描かない。宋代には、文人官僚の余儀としての、四君子、梅竹菊の水木画が行われた。また、前週の普及に伴い、 全集的古事人物画が水墨で制作された。秋夜には柿、果物、野菜、魚などを描く水墨雑画も描かれた。日本へ大陸から墨が伝来すると、奈良時代前後には墨を用いた木簡、天石、壁画などに墨書や墨画が見られるようになった。水墨画の様式は日本には、鎌倉時代に禅と共に伝わった。日本に伝わった絵画は、 だるまず、表年図などのように禅の思想を表すものであったが、徐々に変化を遂げ、山水画も描かれるようになった。美術史で水墨画という場合には、単に墨一色で描かれた絵画ということではなく、墨色の濃淡、滲み、かすれ、などを表現の要素とした、中国風の描法によるものを指し、日本の作品については、大ね鎌倉時代以降のものを指すのが通常である。 着彩画であっても水墨画風の描法になり、墨画種、色が銃のものは水墨画に含むことが多い。平安時代初期、日経の伝来とともに、仏像、仏具、曼羅等の複雑な形態を正しく伝承するために、墨一式で占領された日経図像が多数制作された。絵巻物の中にも枕草子絵巻のように彩色を用いず、 墨の線のみで描かれたものがある。しかし、これらのような悲壮や、濃淡のない均質な墨線で描かれた作品は、白病、白病ないし、が、といい、水墨画の範疇には含めないのが普通である。中国における水墨画表現は、当時代末から五代宋時代初め、九世紀末から十世紀にかけて発達した。中国の水墨画が、 写実表現の追求から自発的に始まったものであるのに対し日本の水墨画は中国画の需要から始まったものである。日本における水墨画の需要と制作がいつ頃始まったかは必ずしも明確ではない。すでに12世紀末頃の拓馬派の仏画に水墨画風の筆法が見られるが本格的な水墨画作品が現れるのは13世紀末頃で 中国での水墨画発祥からは4世紀近くを経ていた。日本における水墨画の技法は中国から流入したが、必ずしも中国における主流の様式だけが受容されたわけではなく、また独自の道徳観や文化観とも相まって中国の水墨画とは異なる道をたどるととなった。13世紀末から14世紀頃までの日本の水墨画を 美術史では初期水墨画と呼んでいる。水墨画がこの頃盛んになった要因としては、日本と中国の間で前僧の往来が盛んになり、そう、元の新様式の絵画が日本にもたらされたことが挙げられる。13世紀になり、無学僧元、乱慶たからの中国禅僧が相次いで来日した。彼らは絵画を含めそう、元の文物や文化を日本へもたらした。 鎌倉にある円楽寺の仏日庵の所蔵品目録で、ある仏日庵鉱物目録、仏日庵供物目録は、元王2年1320年に作成された目録を、常時2年1363年頃に改訂したものであるが、これを見ると、当時の円楽寺には多数の中国画が所蔵されていたことがわかる。 日本の初期水墨画は、絵物シや禅僧が中心となって制作が始められた。詩詩僧章、師匠から弟子へ仏法を伝えるを重視する禅宗では、師匠の法を継いだことを証明するために弟子に与える、珍僧、禅僧、禅僧の肖像や、禅宗の子孫、だるまをはじめとする、祖師像などの絵画作品の需要があった。この時期に制作された水墨画の画題としては、 常述の珍僧、祖師像のほか、同尺画、同教及び仏教関連の人物が、四君子、乱、竹、菊、梅を刺すなどが主なものである。なお、水墨画と禅宗の競技とには直接の関係はなく、水墨画は禅宗様の建築様式などと同様、外来の新しい文化として授業されたものと思われる。鎌倉時代の絵巻物に表現された、歌中画を見ると、 当時、禅宗以外の寺院の障子絵などにも、水墨画が用いれていたことがわかる。十四世紀の代表的な水墨画家としては、花王、木庵、鉄衆徳積みなどが挙げられる。花王については作品に、花王の印が残るのみで、伝記は不明だが、元に渡航した禅僧の花王修禅と同人とする。説が力である。木庵は元に渡り、同地で没した禅僧である。 月収と積みは、無双祖籍の弟子の禅僧で、やはり元に渡航している。室町時代は、日本水墨画の前世紀と言って良いであろう。足利家が禅宗を庇護したこともあり、禅文化や古参文学が栄え、足利家の寺である京都の小国寺からは、除雪、秋分、雪舟をはじめとする画僧を排出した。また、東福寺の画僧、民朝は、農災の仏画から、 水画まで幅広い作品を制作した。八大将軍、足利義政は政治を顧みなかったが、文化の振興には力を入れ、動物と呼ばれる中国白菜の書が茶道具などを熱心に収集、鑑賞した。当時の日本で珍重されたのは、中国、南宋時代の画家の作品で、夏慶、馬園、マキ田に、木慶、了解、玉館らが特に珍重された。薪田に、 呂海、玉館などは中国本国よりも日本で評価の高い画家である。なお、室町時代の日本画壇が水墨画一色であったと考えるのは誤りで、この時代には伝統的な山和への屏風も盛んに描かれたことが20世紀後半以降の研究で明らかになっている。14世紀までの日本水墨画が沈葬、素質、 同尺画などの人物画や花長画を中心としていたのに、対し、15世紀には日本でも、本格的な山水画が描かれるようになる。日本の水墨山水画のうち、最も初期の作とされるものは、主観という印象のある、平井佐五楽岩図、古人像である。この作品には、中国出身の前奏、一山一康氏の山があり、彼の没年である1317年が、 制作年代の加減となる。画面下部に士官の主因があり、これが画家名と思われるが、その伝記等は不明である。この平井佐子落眼図にはまだ水墨画の画法をこなしきれていない、稚拙な部分があり、遠近感の表現なども十分ではない。それから約一世紀を経た、大英年間、15世紀初頭に、シガ軸と称される一連の作品が制作される。シガ軸とは、 死、書、が一体の境地を表したもので、縦に長い掛け軸の画面の下部に水墨画を描き、上部の余白に画題に関連した漢詩を書いたものである。この種の詩画軸で年代のわかる最古のものとされるのが、藤田美術館像のサイモン新月図、サイモン新月図で、欧映12年、1405年の作である。この図は、徒歩の詩を題材にしたもので、 絵の上部には序文に続いて18名の前奏が、詩文を書いており、絵よりも、書の占めるスペースが倍以上大きい。15世紀前半に制作された、島塾の代表作としては他に、経印小畜図、畜細読書図、水色、乱構図、水書、クラン構図などがあり、絵の筆者は、経印小畜図が、明朝、畜細読書図、水色、乱構図が周文との伝えもあるが、 確証はない。この時期の滋賀軸は、書斎図と呼ばれる山水に囲まれた静かな書斎で過ごす文人の理想の境地を題材にしたものが多い。この時代にはようやく画人の名前と個性が明確になってくる。小国寺の仮想、序説は、表年図、表年図、京都、大蔵院蔵をはじめ若干の作品が知られる。やはり小国の画であった文は、 幕府の御用絵師としての自責が文献からは知られ、手が軸、山水屏風などに、伝や天音文筆とされる作品が多数残るが、確証のある作例は一点もない。15世紀の後半には、水墨画家としてのみならず、著名な画家の一人である、雪舟、1420から1502、1506が登場する。は、中国、岡山県の出身で、 地方武士の血を引くと言われる。上京して、小国寺の僧となるが、後に、大内氏を頼って、山口に移住。応仁の乱、1467から1477年の始まりと前後して、中国、明に渡航、足掛け3年滞在して帰国した。帰国後は、山口、大糸など、もっぱら地方を遍歴して制作し、80歳代まで作品を残している。 雪舟は明王四年1495年七十六歳の時、弟子の葬宴に与えた作品、山水図、通称波木山水図の持参に自分は絵を学ぶために民に渡航したが、そこには求める死はいなかったと記し、先輩にあたる除雪や修文の画業を称えている。この持参は日本の画家が自らの画業について語ったものとしては最古のものであり、 日本人画家としての自負が伺える。雪舟は中国絵画の影響を消化しつつ、天の橋立図のような日本の実景を題材にした独自の水墨画を制作した。また、多くの弟子を育成し、彼らの中には、秋月、薩摩出身、草園、鎌倉円覚寺の画像など、それぞれの出身地に帰って活躍した者もいた。こうした面でも、雪舟が、 日本絵画に与えた影響は大きかった。室町時代には、地方にも多くの画人が現れ、その多くは武家の出身であった。その代表的な存在が、日立国王田、茨城県日立王田市の武家出身の画家、雪村であった。雪村は後に出家して、画僧となり、関東地方と合津地方で八十歳代まで制作を続けたが、その作品には、 武家のの出身らしい気迫のこもったもの,が多いこの時代には他にも多くの水墨画家がいた。著名な者としては、蘇我田即、松田に、竹置泣くらきがいるが、これらの人物の伝記は、あまり明らかでない。足利将軍家に仕えた、同胞衆、動物の目利きなど、芸術顧問的な仕事をしていたのは美派一族、能阿弥、芸阿弥、宗阿弥も、 水墨の作品を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。